ではプロフィールご紹介しましょう。まずチャンピオンです。チャンピオンは引退の危機から這い上がった遅咲きのヒーロー、チャールズ・ブルワーです。ホームタウンはアメリカ・ペンシルバニア州フィラデルフィア。年齢は28歳です。89年にプロデビュー後、アメリカの東海岸を主戦場に連勝を重ねました。94年にロドニー・トニーに10回判定負けし挫折を経験。しかしその後96年にはフランク・ローズを判定で破り、全米スーパーミドル級タイトルを取り、世界を狙えるところに上がってきました。そして昨年ゲリー・バラードに5回 TKO 勝ちし、クイーンの IBF 世界スーパーミドル級タイトルを獲得しました。今回が3度目の防衛戦となります。戦績は36戦31勝5敗、31勝のうち21の KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。軽快なフットワークを誇るサウスポー、アントワン・バード。ホームタウンはアメリカ・オハイオ州クリーブランド。年齢は35歳です。86年プロデビュー、90年レンジー・モーガンに判定勝ちし、全米スーパーミドル級タイトルを取り、91年にリンデル・ホームズの持つ IBF 世界スーパーミドル級タイトルに挑戦しますが判定負け。92年には全米王座も失っています。95年にはロイ・ジョーンズの持つ IBF 世界スーパーミドル級タイトルに挑戦しますが1回 TKO 負け。しかし97年ウィリー・モンローに8回 TKO 勝ちし、クイーンの全米スーパーミドル級タイトルを奪回しています。今回が3度目の世界挑戦となります。戦績は38戦31勝6敗1引き分け、31勝のうち17の KO 勝ちがあります。はい、ブルーバーがサウスポーの指名挑戦者を迎え撃ちます。はい、楽しみにしてるんですが、はい、小泉さん、このブルーバーというのは変わったキャリアを持ってるらしいですね。そうなんですね。まあ、アメリカの選手っていうのはですね、まあ、日本のボクサーのように、はい、その昼間仕事して、まあ、仕事を終えてからそのボクシングやるっていうのはし、まあ、ボクシング専門でやる選手が多いですよね、はい、プロフェッショナルボクサーなんですけど、彼の場合はですね、ブルーバーの場合はコンピュータープログラマーなんですよ。だからですね、まあ後でニックネーム出ますけどね、はい、まあ、ハチェットって言って手斧なんですけど、ね、はいはい、右手にですねコンピューターのマウス持ってですね、左手にこれ左フック強いですから手斧を持ってると、なるほど、ユニークですね。全く対照的なものを持ってるわけですね。はい、さあ浜さん、はい、どんな対戦になりそうでしょうかね、今のプロフィールから。まあ、ブルーはパンチありますけど、サウスポー相手にパンチ力を生かせるかどうか。ただ左フックはサウスポーには相当武器になります。ね、はい、右のマウスはどう使うんですか。持たない持たないさあ早速ご覧いただきましょう。はい、この試合は8月22日ドイツライプチヒで行われました一戦です。どうぞ。Die Aufsicht hat die IBF in Benedetto Montella Italien. Das Ganze ist eine Sauerland Promotion und Sport Media sowie Seven Kuschland Produktion. In der roten Ecke der Herausforderer Anton Wirth wurde am 27.10.1962 in Pomona in Neu-Geboren. Er bringt 76,1 Kilogramm auf die Waage, bestritt bisher 38 Profikämpfe, verließ den Ring 31 Mal als Sieger. 17 Mal durch K.O. Antoine Byrne, the challenger, was born 27th of October in 62 in Pomona, Illinois. He weighed 76.1 kilograms. His professional record, 38 fights, 31 wins, 17 by knockout. Out of Cleveland, Ohio, in the red corner, Antoine T. Byrne. 3度目の世界挑戦です。アントワン・バード。And the blue corner, the champion, Charles Brewer, was born October 15, 1969 in Philadelphia. He also weighs 76.1 kilograms. His professional record, 36 fights, 31 wins, 21 by knockout. Der Titelverteidiger wiegt ebenfalls 76,1 kilogramm, bestritt bisher 36 Profikämpfe, davon gewann er 21 Mal durch K.O. In der blauen Ecke aus Penshaven, New Jersey, der Titelverteidiger, the champion, Charles the Hat-Trick Brewer. 3度目の防衛戦です。チャンピオン、チャールズ・ブルーバー。場所はドイツ・ライプチヒで行われます。
ブルーワーがアメリカペンシルバニア州をホームタウンとしています。そしてアントワン・バードがオハイオ州であります。この小泉さん、どうしてこの2人がですね、アメリカ人2人がドイツであるんでしょうか。そこにはですね、その理由がありまして、はい、そのドイツにですね、スベン・オットケっていうホープいるんですよね、だからこの勝者がそのオットケと戦うっていう前提でもってですね、そのドイツのプロモーターはこのアメリカ人同士のタイトルマッチをドイツでプロモートしたわけですね。ははなるほど。もう次なる試合がそうしますと勝者には決定しているわけです。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、チャールズ・ブルーワーが黒のトランクスです。白のトランクスがアントワン・バード。まあこの2人にとってはですね、まあこの試合に集中してますからね、はい、まあおっとけのことなんかほっとけですねまあこの試合勝つことです。その通りであります。右を出していきました。アントワン・バード3度目の世界挑戦になります。 IBF のタイトル、スーパーミドル級のタイトル、かつて2度挑戦しています。しかしその2度ともリンデル・ホームズ、そしてロイ・ジョーンズ、この2人によって退けられています。今回が3度目の挑戦になります。サウスポーのランキング1位アントワン・バード指名挑戦者です。2人ともスピードありますね。特に白いトランクスのですね、バード そのジャーブ、そしてワンツーですね、スピードありますね。一方チャールズ・ブルーはクロントランクス、こちらは28歳とボディを打っていきます。バードチャンピオンのブルーはちょっと立つ位置がですね、サウスポーからすると狙いやすい位置に今立ってるんですね。あ、つまり危険な場所にいると、まあ、そういうことですね、はい、右のストレート打ってきました、まあ、本人も足止めてるからその方が打ちやすいというのはありますけどね、サウスポーの左のまっすぐのストレート、これは食いやすい位置ですね、はい、今のパンチが綺麗に入っています。ブルーは軽いワンツーからボディにパンチを持っていきました。チャールズ・ブルーはこれを受けています。アントワン・バードいい動きを見せています。非常にブルーは体格的にリーチの長さを感じさせます。身長は100と身長は185センチなんですが、リーチは198センチあります。約2メートルのリーチですからね。非常に肩の幅が広いというのがこの背中から見るとよくわかります。左を出しましたブルーワーです。ブルーワーは前回の2度目の防衛戦から5ヶ月間が空いています。5ヶ月のインターバルです。一方バードがちょっと気になります。前回の試合から10ヶ月およそ空いています。そして35歳という年齢、おそらくこれが最後の世界挑戦ではないかとこう言われています。挑戦者のアントワン・バード、まあ世界タイトルに挑戦して確かに敗れてますけど、相手がやはりロイ・ジョーンズですからね。はい、そうですね。それが95年です。そのさらに前91年にはリンデル・ホームズという選手と戦いまして敗れています。やり立って出していきます。ブルーワーはこれが初めての海外での試合になります。今まではずっとアメリカ国内で戦ってまいりました。ブルーワー左から右を出しています。浜さん、リーチの長さ感じますね。やっぱり手は長いですね。この現在持っているチャールズ・ブルーワーのタイトルがロイ・ジョーンズが返上したタイトルです。ボディブロー左に返していきました。チャンピオンブルーは左フック、はい、左アッパー出してきましたから、ええ、そうすると左側に回りやすくなりますからね。いい抵抗ではありますよ。あ、そうですか、はい、第1ラウンド終了しました。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチをお送りしています。まず採点から伺いたいと思います。まあ、私はですね、最初の1分間かなりクリーンと決めましたね。だからサウスポーのアントワン・バードのポイントにしますね、はい、そしていつものようにこのボクシングの採点の基準を教えてください。まず有効なクリーンヒット、これ第一ですね。そして次に構成、はい、そして防御技術、そしてリングジェネラルシップって読むんですけどペース支配ですね、はい、そしてですね、ダウンが1度あるとですね10対8、そしてダウン2度あると10対7、はい、これが採点基準でですね、できるだけその僅差のラウンドもその10対10をつけないで10対9振り分けるというのが世界的採点傾向ですね、はい、第1ラウンド終了しています。ドイツで行われていますチャールズ・ブルーワー対アントワン・バードの一戦。チャンピオンのブルーワー、フィラデルフィアのゲットーで生まれました。しかしゲットーで生まれながらもホワイトカラー&ボクサーであります。これを未だに両立させています。チャールズ・ブルーはコンピュータープログラマー、プログラマーとしてフルタイムの仕事を持っています。左を出しました。まあ、ボクシングを始めたきっかけが変わってるんですね、はい、まあ、いじめられっ子だったんで、ええ、その母親ですね、お母さんがそのボクシングジム連れて行ってこの子鍛えてやってくれと、そのトレーナーに頼んだ。そのトレーナーがボビー・ワッツですね。あ、なるほど。かつてマービン・ハグラーにですね、
勝ったことある選手ですね。一勝一敗ですけれど、左を出しました。素晴らしいバックを持っていますチャールズ・ブルーバーです。やはりパンチはその黒いトランクスのチャンピオンの方がありますね。パンチ重いですよ。そうですね、31勝のうち21の KO 勝ち、まあ、負けも多いのでパーセンテージ的には 58% というノックアウトです。右を剣のパンチを持っていきますチャンピオンブルーバーです。浜さん、第1ラウンドのバードの挑戦者の印象はどう受けました？挑戦者うまいですよ。出しました。うまいですけど、はい、この回は打ち合いに巻き込まれてきましたね、かなりパンチ数が浜さん増えてきましたね。完全な打ち合いになってきましたね。そうなるとですね、はい、サウスポーの良さは活かせないですね。なるほど、真正面からの打ち合いですから、はい、サウスポーの右構えも変わらなくなってしまいますね。ブルーアーが1ラウンドの後半からこの左のフックをよく使います。ボディブロック、そして顔面、ダブル、オーダーパンチ、パンチ、いいパンチ。いや、あのパンチはちょっと怖いですよ。はい、オーダーパン、オーダーミキック、ミキック、左を持っていきます。ボディブロー、チャンピオンのブルーアーは先ほども言いましたニックネームがザ・ハチェット、まあ、テオノという意味であります。それだけ威力があるという意味でしょう。ボディブロー、左、右のストレート、左、詰めていきます。おー、バードも返します、バードも返します。簡単なる打ち合いになりました、第2ラウンド。左のフック、もう1回。左を倒します。やっぱりドイツでやってるせいかお客さんの歓声というんですかね、変わった歓声ですね。そうですね、今ちょっとなんかずれてるような気がしますが、あるいは有名人がそばを通ったのかもしれません。いや、私はいい打ち合いをしてるからそこで拍手を送ったんだと思いますけどね。あのドイツと左フック、ヨーロッパですから割とこうテクニック的な打ち合いを好むという話がありました。おーっと、クロスが来ました。動きが止まってしまいました、チャンピオンブルーは。来ますよ、さあ一球いきます、挑戦者バード、来ますよ、打ち分けます。今の効きましたね、右ロック、左ロック、完全にこの打ち合いに巻き上がっています。同士のお客さん、左をまた効いています、また効いています、チャンピオンまた効いています。チャンピオン一応大きなパンチを返していきますが、またガードを上げました、左ロック、ボディブローです。アッパーで弾き飛ばします、ガード弾き飛ばす。お、今度はバードも止まっていませんか。いや、前半にも打たれてますからね、右まだチャンピオン効いてます、効いてますね。やっぱチャンピオンのブルーは思い切り姿勢でいつも体固めてるんですね。打たれた時は効いてしまいますね。第2ラウンド終えました。この打ち合いは小泉さんどう最大にしますか。まあこのシーンですね、ナックダウンに近い状態作りましたね、だからこのパンチの有効度を取りましてですね、その挑戦者バードのラウンドですね。ああ、そうですか。浜田さんはやっぱりバードにつけますか。そうですね、この右フックは効いてしまいましたね。完全にチャンピオン止まりましたからね。諸井選手だったら倒れたんでしょう。ああなるほどね、はい、チャンピオンとブルーはこれが3度目の防衛戦です。まあですから重量級、ミドル級、スーパーミドル級というのはそういったのがあるんで、目離せないですね。そうですね、またそれが楽しさの一つでもあります。IBF 世界大体流れ見て、あ、この選手優勢だなと思ったら、あ、大体その流れ行くんですけどね。そうです、ただ重量級の場合はちょっと目を離した瞬間に流れのいい選手が倒れてたっていう場合よくありますからね。ありますね。あれだけ押されていたジョージ・フォアマンがたった一発でチャンピオンになったということもありましたからね。あの瞬間目離していた人は多かったんじゃないですかね。多かったでしょう、おそらくね。さあ、そういった瞬間がこの後訪れる可能性も大であります。 IBF 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、ブルーア対バード。先ほどはチャンピオン危うしというラウンドを作りました。黒のトランクス、チャールズ・ブルーア、そしてアントワン・バードは白のトランクス、距離を置きます。まあサウスポーと右の選手ですね、オーソドックスの選手で、はい、相手の正面立つっていうのはですね、相手のパンチも受けやすいんですけれど、自分の利き腕のパンチも当たりやすいということになりますね。あ、なるほどね、はい、頭を合わせています。至近距離、左のフック、ボディブロー、ガードを上げながら詰めていきます。至近距離、ガードベル、おっと、左テンプルの当たりか、おー、ナイスを使います。左フックは肘まで当たりそうな空気の角度で入りましたから、これ効いてますよ。ザ・ハチェット、ニックネームぴったり。その前の右アッパーですね、その顎へのあのパンチ効きました。効きました、滑り
試合終了です。あ、止めました、レフェリー止めました、レフェリー止めましたね。あ、文句なしでしょ、これで効いてしまったね。チャールズ・ブルーは左の斧が爆発しました。あ、ですから一発あるというのはそういうのがいつ来るか分からないから、ゴールになるまでは見ておかなくちゃいけないですね。まさにあの話していた通りの展開になりましたね。2ラウンド自分がまずもらってしまいましたけれども、3ラウンド自らの武器で突破口といいましょうか、形勢を全くひっくり返してしまう試合を決めてしまいました。この左アッパー来ましたね。最後ダウン取った左フックなんか本当に角度の最高の角度ですね。まあ、この左アッパー効いてしまったんでどのパンチでも倒れたでしょうけどね。よく連打で強弱つけると言いますね、はい、ところがこのコンビネーションみんな強いパンチですね。そうですね、どの一発でも倒せるようなそういうパンチでコンビネーション打ってますね、まあ、それが世界的傾向なんですね。まあ、これはあの重たいクラスに限らず軽量級でも最近こういう風な傾向になってるわけですね。そうなんですよね。だから結局それだけ、まあ、筋力がいるっていうことなんですけど、その筋力はウェイトトレーニングで鍛えたりしてですね、はい、まあ、力入れるとですね、その回転が連打の回転遅くなると、はい、昔は言われたんですけど今は違うんですよね。その速い連打の回転をそしてまた強いパンチで持っていく、そういうトレーニングをしてますね。3度目の防衛に成功です。チャンピオンのチャールズ・ブルーは Sieger durch technischen K.O. damit alter und neuer Super-Mittelgewichts-Weltmeister der IBF, Charles the Hatchet Brewer. 3ラウンド1分11秒ですね。はい。それでは試合結果を確認してみましょう。初回から激しいパンチの応酬が見られたこの一戦、3ラウンドザ・ハジェット・ブルーワーの怒りの手斧が炸裂、挑戦者バードをストップしてこのタイトル3度目の防衛に成功しています。